54、網に住むもの。ほーい、ちょっと待って、開始と同時に来た。初手、初手、誰か捕まった、誰か捕まった、合わせろ。やけ、やけ、びっくりした。始まった瞬間にもういきなり、いきなり飛んできてどうしようかと思った。やばい、この光消えないやつだ。あ、長いやつや。一般人がいるから大丈夫だろ。まずは一般人に犠牲になってもらおう。いつもの花ちゃん焼き払え。焼き払った。まだ助けなきゃいけない仲間がいるぞ。まだほら、王に助けてやるんだこいつら。ほら奥にまだいた。大丈夫か、恐ろしすぎて。めちゃくちゃ長いな、アラネアの。あれ、もう一人どこ行った。カード、あの辺壊せない。あの、どう、それそれ、邪魔でしょうがなかった。分かってくれてよかった。一般人が死んだ。一般人多すぎ問題。え、何この糸。スライドホールの方がいいな。めっちゃ遠くから投げるんですけど、うん、めちゃくちゃ敵の攻撃範囲広いな。おー、くしゃ、なんだよ。糸が多い気がする、なんか。うん、いつもより。てか一般兵もいっぱいいるね。あ、捕まった。どれだ、クマさん、どこに捕まった。捕まった。いいか、大丈夫。それだ、見つけた。右の方か。そこだ。これがやばい。これがやばい。焼き払え。終わった。終わった。で、タカちゃん今ガチャンと音がしたから次呼べるようになった。いや、もう読んだ。次あっち。仲間が捕まった。スプライトホールとかの方が良かったね、これ。あぶれ。すげえ飛んでくんだけど。めっちゃ飛んでくるやん、これ。みんな気持ちよ、強い。あ、雲が来だした。なんかあいつも。それは勘弁してもらいたい。あれだ、輸送船があるな。輸送船から雲が湧いてくるから、そういう意味では雲は、ノーマル雲は殺してもしょうがないね。前進してくれ。うん、ニックス来たし前進します。じゃあ俺はもう、俺はもう輸送船の下にいるからね。ハハ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 。つもりか。避難する場所を教えてくれ。ちょっと雲相手には科学の赤い光がありがたい。癒される。花火止まるから、ね、そうそうそう、止まるし倒してくれるから。青い光全然当たってないんだけど。あ、ここか。え、もう雲の巣に一頭だけあれ落ちた。死んだ。あら、あら、アラメアさんにね。これ死んでる、死んでるよ。いやー、ぬるそうだね、ここ。もうアラネアいない。いや、一匹おる。どっか遠くだろう、たぶん。ちょっと、クマさん、上攻撃できる武器ある？届いてる？焼いてる。焼けてないなら、下のガコ言うてみよう。焼けてる。下落ちた。よし、次開いたら終わりだな、これも。どかねえし、なってきたよ。アラネア、下に落ちた、あれ。上にいなけりゃ下かな。じゃ あ下に落ちとるわ、下に落ちとるわ。はい、画面外にできんだけどな。届いてねえや。うん、じゃあ俺のショットガン打ち込むわ。 OK、 終わった。この怪物を以後アラネアと呼称します。あ、武器ある。いや、ぬるかった。え、まだおるで、アラネア。あれじゃない、輸送船を落としたら終わりだったんだよ。そういうこと。あ、でもトゥントゥルトゥントゥンって言ってないからいいんじゃない。ほっといてアイテム回収したら。あれ、これほど恐ろしい怪物がいると。終わった。アイテムを少しでも。この怪物を操っているエイリアンがいるはずだ。手遅れになる前に排除しなければ。アラネアってアーマーゲットだぜ。エアレイダーだと遠くから強力攻撃できるからそんなに怖くないね。うわー、もう間に合わない。全然取れなかった。届かねえ。まあ、たまにはこういうぬるいステージがあってもいいか。ドラゴンランフトライとかに出てた。何これ。3つに分かれるんじゃない、名前的に。トゥントゥントゥン。で、アラネアのちょっと難しいミッションかな。
普通に考えて。プラン、ゼクサもなんかスプライトフォール系良かったな、持ってこう。マキシマム。行ける。行こうか。一応近くに来る敵がいた時のためにゼクサ持っといて、まあ、基本ラピスの連打でも十分威力出てる感じだし、レベル87のラピスだしね。威力一発1700を15発ばらまく。いける。強い。あ、これレベル上がったし、そろそろこれ。ウォーバルが持っていけるけど、持っていく人もいるんで62万5000。役立たねえな。役立たねえな。よし。とりあえず、まあ、ここ行くか。それが役に立つのは 100面ぐらいの。超大量の敵。あの、いや、劣化系の。何だっけ、違う。でかいやつ。今日、ああ、ね、ゴジラとガメラ。おお、近いあるけど、これ横はいないんだけど。おい、加賀くん、そこ当たったん。俺死ん、ちょさすがにこれはやり直しだわ。再出するよ、とりあえず。ちょいとどめは刺された。加賀くんも死んでんだけど、なんで。あの再出動した瞬間にチャージが離されるから。あ、なるほど。この威力が壊れん、壊れないんだよ、あの糸がついてるから。盾構えてる俺にあんなダメージ与えるなんてありえないんだけど。くそ、どうしようこれ。よくない、助けて。あれ、ミカさんの声がしたぞ今。距離の唐揚げ、敵だよ。どこ狙ったの。横打てばいいのこれ。この正面の。おーい、タカちゃーん。おーい、一般編相当してるぞ。いやいや、俺もろくらってるんだよ。クマさんの体力がどんどん減っていく。頑張るクマさん、耐えるクマさん。長いな、このスプライトホール。なんか変な電柱に当たったかな。まあ、あるあるだけどさ。あ、クマさんが。え、もういいです。今クマさんが捕まってるうちにそいつをやっちまおう。よし、クマさんが身を挺して。いた、そこだ。自分でなんとかします。カカちゃん。おんまえ、前を歩くな。俺につけたろ多分。前を歩くな。あ、やべえ、なんだ、出てきた。地面からアリが出てきた。あー、なるほど、こういうステージね。またなんか地面が赤くなって赤くなってるんだけど、何なの。奥につけたら手前に落ちる。何これ、知ってる。しかしよし、タカちゃん行くぞ。ちょっと敵に洗脳された感がある。奥狙ったニクスは呼べるじゃー。捕まったー。タカちゃん、ニクス来たら遠慮なく乗ってくれ。いい、大丈夫だ、俺も来るから。おう、ごめん。いやとりあえずあの雑魚が湧くね。いろいろ分かったね。どうする、あの軽トラに乗ってまずどっかまで逃げる。湧いた雑魚は大体やったから。うん、湧いた雑魚は倒した。カーフ、俺を復活させてくれたら即乗り物が乗れるから。どこに何があるか分からない。そこを出ると雲がおる。うん、おるけど頑張ってかわして復活させてとしか言えない。もしかいね。俺かタカちゃん復活させて、そしたらどっちかがニクスに乗るから。遠いな俺。俺の方がまあまだ近いかな。カー君頑張って捕まらないように俺をなんとか復活させるんだ。後ろにも敵いっぱいいるからね。後ろ挟まれてるからね。めっちゃ鬼やんこれ。そうそう、志村レーダー見ようぜ。レーダー見よう。いや、レーダーの中に入ってないもんだと。あ、倒せた。よしよし、なんとか俺を捕まった。よし、後ろで。すげえな、その火力。やった。なんという火力。早く。無理やり。あ、来た方がいいよ。ナイス。これでもう終わりか。あと5体ぐらいしかいないけど。俺じゃあとりあえず乗っとくな。他の人蘇らしたらいいで。乗っとけば何も怖くないから。ありがとう。行っていいのか。あ、なんか湧いた。うわ。目の前に湧いた。死んだわ、これは死んだわ。ちょっ
とこれはつれえな。知った、またリロードしてた。なんだよこれ、押し込みリロードマジでやめてほしいんだけど。赤はねどうでもいいんだ。黒だな。あー、リガバレそうだったのに。赤はほっとこうとりあえず。タケちゃん乗り物なんなのこれ。あ、青くレッツキー。俺の映像がすげえ。明かりはどうでもいいな。まさにそこはあれじゃないか、フェイムリボルバーの出番じゃないか。赤のダメージはどうでもいいみたいな。黒に打たれないように。俺のバルカで死ぬ。やめろいいな。もう一回ぐらい出そうだな。あー、黒は、黒はダメ。もう一回ぐらい来そうなんだよね。その前に浮かさしたいんだけど、横に、上から打ってくる。上どうだ、大体終わったな。まだまだおる、まだまだまだ反対ぐらい。一番ダメなのが、一番ダメなのが、もう一体強化を発表しました。あんた、あと1万2000。あ、1匹上に走った。あと2体か。2体だな。これ倒したら出てくるわけじゃないか。あ、でも喋り出したら終わりか。もう1体ただの報告だけっぽいな。よし、とりあえずそこの W と、よし、もう体力が8000まで減っちゃった。はあ、よし、じゃあ降ります。そんな早く走れる。はいよ、ういよ、はい、ありがとうございます。あー、次の肉を呼べるわ、よかった。やっぱ乗っちゃえば普通の赤アリは何にも怖くないな。回復取りに行こう。タカちゃんのなんか青いのがあるよ。おう、乗りてんだ。行こう。俺は赤いの3倍強いはず。いや、グフかもしれん。グフもういらない。俺も乗り物乗るから別になくてもいいかな。来てよし、タケちゃん浮かさせに行くか。うお、こんなとこに糸が。よっ、まあ、糸破壊しとった。タケちゃんすげえ遠いな。乗り物に乗ってる暇がなかったのか。ねえや、突然置いたから。わかるわ、突然の死って A 入れたくなるわ。はいよ、はい、さあ、ありがとう。そこの軽トラ乗ってったら、乗り物まで。あれか。さあ、で、残り4体ぐらいのアラネアタンを倒したら終わりかな。もう1回ぐらいはいてもおかしくないな。タカちゃんが乗ってからのがいいな。超遠距離から撃ちまくるかで。もうありだ。クソ遅え。安全運転、安全運転。ペーパードライバー。軽トラの線クソ遅え。おいや。逆に俺が乗り物の安全で突っ込んでくるのもありか。俺が死んだら屍は頼むんでいいかな。じゃあ行ってくるわ。出せばいいのか。ライフ。仮装してやる。あー、近寄りがたい。うん。じゃあダメでゴミ。100とかしか食らわん。あ、糸が全部消えた。重っ。上打った糸が全部消えた。まあこの辺で安全に見といて。なんか敵が湧いた時のリカバリー頼むわ。やっちゃうから。乗り物乗ったら何にも怖くない。あの東京タワーすげえな、壊れちょっと。いやー、まだ1000ぐらいしか食らってね、余裕もいいとこだ。むちゃー。さあ、おかわりなしか。だったらもう終わりだぜ。拾え、アイテムを拾うのじゃ。アイテム拾った方がいいな、おかわりなさそうだ。こんなとこ怖くていいね。あ、まあ一個よりは。あかん、レッド系乗り慣れたらクソ重い。わかる、俺レッドしか持ち歩かねえ。糸も貫通できるし乗り物最強だね。お前もう、マミさんできるわ。もう何も怖くない。うぬぼれ。どこにいるのか分かりません。だっていい、いいんじゃない。やっぱこの上だな。よっ、
ら下にいんのか。あと上の雲の巣全部破壊したもんだ。綺麗にしちゃった。仮装キュン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 として終わりか。何俺を攻撃したな。全滅を確認。うぃよ。俺のグレーチルドが全部防ぐぜ。あーつい。マップはやめたもれってか。いやーよかった。大久保さんが死んだ。オブスが消毒されたあ、トーチカード新しいの発見。ベスター。60か。60代だよ。ほぼ50とか増えてもってやな。